デザインが類似する6車種の次世代 EVBMW グループのデザイン責任者であるエイドリアン・ファンホー・イドンク氏によると2025年から2027年にかけて登場する6車種の次世代 EV シリーズノイエクラッセ・ノーエクラスは現行車種のラインナップよりもデザインの重複が多くなるというつまり これからの EV は外観の類似性がより高まるというのだ。その先鋭的で新しいデザイン言語は、コンセプトカーのビジョンの家クラッセンによって予告されている。2025年に BMW3 シリーズの次世代モデルが登場する予定で、その後 SUV の X3 が加わり、2年の間にさらに4車種が追加される予定である。 BMW の現行車種はすべて、ブランドのトレードマークであるキドニーグリルを中心とする。明確なデザインアイデンティティを備えている。この流れはノイエクラッセの6車種にも受け継がれるのかと記者が尋ねると、ファンホーイドンク氏は、それは私たちが守ろうとする哲学です、と答えた。しかし、彼はこうも付け加えた。 これほど短期間に連続して登場するのですから、強い重複、オーバーラップが見られると思います。おそらく当社が以前行っていたように、10年で全社種を世代交代させるよりも強いでしょう。以前は10年サイクルで7シリーズから始まって徐々にトリクルダウンしていき、 最初のモデルから10年後に最後のモデルが登場することが多かった。今は比較的短期間で変化が訪れるので、一気にページをめくるような感覚になるでしょう。2年というのはそれほど長い期間ではないので、6車種が一緒に成長したように見えるかもしれませんが、それでも個々のキャラクターは認識できると思います。 ファンホーイドンク氏は、6車種の EV がリリースされる順序は、主に製品ライフサイクルによって決定されるが、変化や技術的なアップデートに対する需要が、最も強いと感じるところによっても決定されると示唆している。ビジョンの家クラッセコンセプト。 BMW は2023年末までに各主要市場セグメントで EV を投入し、2025年までに世界販売台数の4分の1以上。その翌年には3分の1を EV とすることを目指している。ビジョン・ノイエ・クラッセは、そうした BMW のデザインの方向性と、 先進的なドライブトレインの導入を予告するものである。ノイエクラッセとはドイツ語で新しいクラスという意味があり、遡ること1960年代の高級モデルに与えられた名称である。前述の通り、2年の間に6車種の新型 EV を発売する予定だが、全てが同じプラットフォームをベースとするわけではなく、 ターゲットとするユーザー層やセグメントによって使い分けるという。プラットフォームの詳細はまだ明らかにされていないが、研究開発部門の責任者であるフランク・ウェーバー氏は、現行者と比較して、航続距離30%アップ、充電速度30%アップ、効率25%アップを謳っている。 ノイエ・クラッセの第1弾は、現行の3シリーズに相当するセダンとなる。BMW のオリバー・ジプセ CEO は、ビジョン・ノイエ・クラッセは、市販車を直接予告するものではないと述べているが、開発に大きな影響を与えていることは間違いない。BMW は、ビジョン・ノイエ・クラッセのデザインについて、クリア、エレガント、 タイムレスと表現している。横方向に広がったキドニーグリル、スリムな LED ライト。拡大されたサイドウィンドウ、現行車よりも、サーフェスとディテールがはるかにクリーンとされる。モノリシックなシルエットが特徴である。ライトの使い方も変わりそうだ。単なる照明器具ではなく、 いわばユーザー体験の一部として機能することを目指しており。例えば車に近づくとヘッドライトにアニメーションが表示される。これについてデザイン担当者のドマゴイ・ルケック氏は、近年、ライトは私たちのアイデンティティを強化するのに役立っています、と説明する。BMW も、クロームをライトに置き換えたいとしている。 注目すべきは、BMW の世界販売において SUV が大きな割合を占める中で、今回あえてセダンスタイルを選んだことである。ドゥケック氏は、これはフラットで車高の低い車。特にセダンにはまだ未来がある、と考えているからだという。1960年代のノイエクラッセとの関連性も強い。 オリジナルのノイエクラッセのあのシルエットには理由がありました。ファストバックは早く見えるからです。